お別れいたしますただいま上程中の議案中、県第53号議案、広島海区漁業調整委員会委員の任命の同意について、並びに、追賢第18号議案、広島県教育委員会委員長の教教育育委員会教育長の任命の同意について、 以上、2件については、この際、委員会への審査の付託を省略し、直ちに本会議において議決するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。それではまず、県第53号議案、広島海区漁業調整委員会委員の任命の同意についてを採決いたします。本案は 原案に同意するに賛成の諸君はご起立願います起立総員でありますよって本案は原案に同意するに決しました 次は、追賢第18号議案、広島県教育委員会教育長の任命の同意についてを採決いたします。本案は、原案に同意するに賛成の諸君はご起立願います。起立多数であります。よって本案は 原案に同意するに決しましたこの場合 平川教育長から発言を求められておりますのでこれを許します教育長平川理恵君お許しをいただきまして一言ご挨拶を申し上げます ただいま、教育長任命につきまして、ご同意を賜り、心から感謝を申し上げますと同時に、その責任の重大さを痛感いたしております。3年前、教育長を拝命いたしまして以来、県議会の皆様方には、格別のご指導を賜り、心からお礼を申し上げます。もとより微力ではございますが、これまでの歴史も踏まえ、また、今一度心を新たに、 広島で学んで良かったと思える。日本一の教育圏の実現に向け、本県教育のさらなる発展のために全力を尽くしてまいる決意であります。どうか中本議長をはじめ、県議会の皆様におかれましては、これまでにも増してご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 次にお諮りいたしますただいま上程中の議案中、県第1号議案、令和3年度広島県一般会計予算から、県第17号議案、令和3年度広島県流域下水道事業会計予算までの各案は、16人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、 これに審査を付託するにご異議ありませんかご異議なしと認めますよって作用を決しますそれではただいまの決定により直ちに委員会条例第5条の規定に基づき予算特別委員会委員の選任を行いますまず選任する委員の氏名を初期が読み上げます 予算特別委員会委員、玉重照義君、恵比寿啓二君、平本英二君、村上英二君、林大蔵君、井手原正直君、稲葉清志君、久保田康久君、滝本実君、福地元弘君、緒方直之君、小林秀則君、 栗原俊二君、宮本新八君、砂原勝則君、下原靖光君。お諮りいたします。ただいま読み上げました16人の諸君を予算特別委員会委員に指名するに賛成の諸君は ご起立願います起立多数でありますよって予算特別委員会委員は指名の通り選任するに決しました続いて委員会条例第7条の規定に基づき予算特別委員会委員長並びに副委員長の選任を行います お諮りいたします。委員長に小林秀則君、副委員長は二人とし、副委員長に福地元博君、久保田康久君を指名するに賛成の諸君は、ご起立願います。起立多数であります。よって、予算特別委員会、 委員長並びに副委員長はいずれも指名の通り選任するに決しました。この場合予算特別委員長をご紹介いたします。小林秀則君。 それではお許しをえまして。16名の委員を代表して一言ご挨拶を申し上げます。先ほどは。16名を。予算特別委員。5000人をいただきました。心から御礼を申し上げる次第でございます。また。福地。 久保田両名をを副長長ににそしして私小林を委員長にご任をいただきました心から感謝を申し上げますとともに光栄の遺体と存じその責務の重大さを痛感をしているところでありますさて新型コロナウイルス感染症の拡大は県民生活や 本県民の皆さんに将来に対するさまざまな不安が高まってきておりますそうした中知事は昨年10月に安心誇り朝鮮広島ビジョンを策定し10年後の目指す姿の実現に向けて県民の挑戦を後押しすることと地域の特性を生かした 適適収な地域づくりに取り組むこととされました。この新しいビジョンの第一歩となる令和3年度の当初予算案は、一般会計、特別会計、企業会計を合わせた17会計全体で1兆7千億円余が計上されております。社会保障関係費の増加や、交差費の高止まりなどにより、 引き続き厳しい財政状況が続くものと考えられますが、本委員会には審査機関として執行部との真摯な議論に努め、活発な審議を尽くし、先ほど高山先生がおっしゃった二元代表制の一翼としての機能を十分に果たしていくことが求められております。本委員会に 課されました使命は誠に重大でありますが委員各委並びに関係当局のご協力を賜りながら福知久保田両副委員長ともでも精力的に職務を遂行する所存でございます皆様方のご指導とご協力をお,、ね、お願い申し上げまして簡単ではございますが就任に当たっての挨拶といたします お諮りいたしますただいま定定中の議案中、県第19号議案、広島県職員定数条例および広島県学校職員定数条例の一部を改正する条例案は、この際、地方創生行財政対策特別委員会に審査を付託するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。 よって作用を決しますその他の各案についてはそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします議案付託票はご国お手元に配布いたしますお分かりいたします3月1日から3日までは委員会審査のため本会議は休会とするにご異議ありませんか ご異議なしと認めますよって作用を決します次回の本会議は3月4日午前10時30分から会議を開きます本日はこれをもって散会いたします